バニラスカイ。女の子ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイはようこの回になりました。よかったよ、皆さんありがとうございます。あったかいお迎えあのね、普通は謝るんよね、ここはね。先週は私の体調不良によりね、ピンチヒッター豪華でしたね。まさかの三重県四日市市よりマックスタイルのお兄さんお姉さん方がね出演してくださるなんて思わなくって、もうね何回も聞きました。多分ね皆さんより聞きましたまあそんなね、あのちょっと天気気味な用語でございますが、ちゃんと反省しておりますよ。やっぱりね体調管理はしっかりしないといけませんね。もうね34歳、若くもございません。自分の置かれた立場、状況、体力きちんとフル活用しながら歌い続けていきたいと思います。申し訳ございませんでした。とはいえ隔週でマックスタイルさんがね出てくれるみたいなこと言ったから、いつか甘えたいなと思っちゃいましたけれどもね。まあそんな私の、マックスタイル大好きなので面白かったでしょ先週の放送。あ、聞き逃したって方は FM ギノワンの公式の YouTube 遡っていただけますとすぐ見つかりますからね、ぜひ見てください、聞いてください。もう楽しくて面白くておかしくてみたいな、ハッピーになっちゃいます。本当に先週マックスタイルありがとうございました。では今週早速ですがリクエストいただきました。リクエスト曲はバラードをお願いしますということだったので、私の曲の中で私が好きなバラード、もう偏見極まりないですけれども、愛実という日を惜しむというね意味合いのタイトルをつけました。愛実をお聴きください。夢を見た名前穏やかな瞳で微笑んでいた、真綿のような何も知らないその肌は誰を愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前にあなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、まばたきひとつほんの一瞬で光り続ける、光り続けてくこの胸の中に、この胸の中にずっと。ようこで愛実お聞きいただきました。では今夜もゲストっぽいゲストをお迎えしたいと思います。サウンドプロデュースでもお世話になってるギタリスト石井、よろしくお願いします。石井です。お願いします。というわけでですね、早速ちょっとメッセージお読みしたいなと思います。はい、ようこさん、お体の方は大丈夫ですか？寂しい思いで1週間を過ごしたカズさんです。先週はピンチヒッターのマックスタイルのお二人のトークが関西弁だったせいか、
もう漫才のようでいつもの番組のカラーが一転してしまいましたね。それはそれで面白かったですよ。ご本人はこの番組を隔週でとおっしゃっていましたが、それは無理でもたまに出演していただくのも楽しそうですね。それこそいつか陽子さんとマックさんたちの共演が実現したらいいな。ところで私は4年くらい前からゴスペルコーラスを習っているのですが、やはりこのご時世 Zoom で受講したり休校になったりでちょっぴり寂しい思いをしているところです。でももともと音楽全般が好きなので、これを機にジャズを聴いていたらすっかりハマってしまいました。特にバラードはとても癒されます。今は昔活躍されていた阿川靖子さんや、カバーでアルバムを何枚も出しているジュジュさんとかレンタルして運転中に聴いています。そこで思ったのですが、陽子さんもジャズバラードがお得意なのではないですか。声質が合っている気がします。持ち歌の愛実もバラード調だし、以前アミ広場のイベントで歌っていた接吻カバー曲も最高だったので、きっと歌ったら素敵だと思います。また今度機会があればぜひ聴かせてくださいね。ということで今回のリクエストは何かバラード調の曲をお願いします。朝晩だいぶ涼しくなってきましたね。体調にはくれぐれもお気をつけて元気にお過ごしくださいね。ではごきげんよう。カズさん、今週もメッセージありがとうございます。嬉しい。1週間ねお待たせしました。もう待っててくださるのが感謝ですよね、うんうん、本当に。そしてさ、マックスタイルの2人と一緒にラジオ、私が発信したいのね、うん、早く三重県に行って一緒にね四日市からお届けしたいなと思っておりますが、うん、もう今回ね、あの私がマックスタイルにお世話になった時にね、うん、あの私たちの中で一緒に沖縄行くぞっていうね燃えてますんでね、そちらも今後お楽しみにしていただけたら、うん、ね、その時は行きたいね。そう、皆さんもあの沖縄、鹿児島の方もね、いろんなところで聞いてくださってる方も、うん、一緒に沖縄行きましょう、その時はね、うん、行きましょう、行きましょう。でカズさん、私もねジャズ好きですよ。ジャズにも憧れたし、私もともとおばあちゃんの影響で幼稚園の時には演歌ばっかり聴いてました、歌ってました、うん、ね、シャンソンとかも好きだし、うん、クラシックもピアノしてたから好きですしね、うん、そう、私はまあ J-POP をプロとしてそのシンガーソングライターで発信していくというのは決めておりますが、もう音楽はねもう全部好きですね。楽器も全部好きだし、うんうん、それこそ私石井さんみたいだったらバックパッカーしてギター片手に世界中飛び回ってます。石井さんだってね、もうあんなっていうか本人目の前にしたらあれですけど、すごいスキルをお持ちですよ。どうなんでしょうね。え、だってさ、石井さんさ、ギターエレキでもアコギでもさ、まあ、弾いたらみんなさ、うん、ウォーってなるでしょ。うん、まあ好きだからそれが出てるんじゃないのかね。あ、なんかさ、うん、プロもある一定のレベルになった時に人を感動しかさせられないレベルってあるじゃないですか、わかります。私なんかは不安定なんですよ、そこが。あのね、これはちょっと変な話かもしれませんけどね、あの今日私は調子が悪かったけど一生懸命歌った、お客さんが聞きに来てくださったのに申し訳なかったなっていう日があったとしますよ。だけどお客さんはすごく満足されてたり、うん、ね、自分のコンディションとは別に、でまた逆にめちゃくちゃコンディション良くて今日は気持ちよかったわって思ったら、意外となんか反省点が多いライブとか、うん、まあ、そういうのあるじゃないですか、うん、ありますね。でそれを、そういう波をね、私はね消したいと思って、少しでも人前で歌う機会を増やしたいとか、あのきちんとこうね、体調管理取り組まなきゃってやってきたんですけど、石井さんクラスまで来るともうさ、常にさ、どこで演奏してても人を感動させられるラインってあるじゃないですか、うん、私はね、そうなりたい、そういうプロになりたい。俺はどのクラスか自分では分かんないけどA 組かもしれないし B 組かもしれないけどその人を感動させるレベルっていうのは何もそういうの考えたこともないし、多分 やる人って考えてもいない。自分がただそれをプレイしたりとか歌ったら、ね、お客様がパワーもらったりとか感動したとか、そういう話はねやっぱり聞いたりとかするとすごくミュージシャン冥利に尽きるなとは思うけど、そうですよね、うん、だからねやっぱりあのおっしゃりたいことはすごくわかるんですけど、うん、私の場合はこう歌っていう言葉があるからかなっていう時もちょっと気づいたんですよ、うん、っていうのは、まあ、日本語 J-POP じゃないですか、うん、だから例えばジャズで日本語の曲とか英語の曲とかっていろいろあると思うんですけど、ジャズを歌う時にはちょっとさ、私もカッコつけて歌うかもしれない、うん、
例えばあの見た目が可愛いよりかっこいいって言われる方が多いですしね。なんだけど J-POP で自分の曲を伝えるときにはこの言葉はこういう気持ちだからこう伝えてみようってちょっと考えるんですね、うん、だからそれがよく見せようにならないようにはするんですけど伝わるように等身大でって思うんですけど、ね、毎回毎回同じ曲歌ってもお客様の反応とか、うんうん、その場所の空気とか、うんうん、その行ってる土地とかでも、うん、その日の自分の体調でも全く同じようにはならないからね。ならないんですよ。そこがある意味プレイヤーさんはある一定のこう乗った時とかこのメロディーはいいからこれをうまく弾いた時にやっぱりそこに感動が生まれるとかね、うん、選んだ音のセンスとかね、そうだね、だからね、基本的にはね、だから一緒、歌も楽器も、まあうん、にしてもやっぱり年ですかね。年ですか。年やっぱりプロの年齢年齢キャリアというかそのずっとね、別に石井さんが荒川だからね、年言いたかったわけじゃないですよ。こらあでもね、羨ましい。だから私、おばあちゃんになってもずっと歌い続けられるじゃないですか、うん、あのスポーツ選手じゃないから現役でいられますよ。これもおじいちゃんになって引き続けてますまあそうそういやいや引き続今リアルでおじいちゃんみたいにおっしゃってますけれどそんなことありません、はい、あのですね、とにかく私は石井さんをディスったわけではなくて、やっぱすごいさ、プレイヤーさんにお世話になってきて、ヨーゴバンドは50オーバーじゃないですか、うん、皆さん素晴らしいですよ。その中でね、どの楽器を極めてどういう姿勢でって、姿勢は皆さんも一緒なんですよ、うん、好きもう好きなんですよ。とにかく好きだから何も苦じゃないしみたいなさ、もうとにかくね、みんなかっこいい背中ばっかり見せてくれてるこの私は6年間なので、私も憧れしかないわけですよ、うん、プロとしての生き様に憧れしか抱けない、うん、まあそんな感じですよね。だからね、私も自分らしい曲って何かなって思った時に、カズさんみたいにさ、あのカバー曲の接吻が似合ってますとか、ちょっと大人な感じ、ムーディーな感じがやっぱ似合うっていう方多いんですね。だからヨーコは次ちょっとお届けしたい、皆さんに聴いていただきたい曲、バニラスカイはヨーコっぽいかなと。やっぱ大人だよね、やっぱ R&B で、そうそう、素晴らしい曲だよね。R&B はね、結構ミーシャっぽいって言われたりするんですけど、うん、まあ、それはすごい褒め言葉ですからね、うん、そう、ヨーコはもっともっと極めておばあちゃんになっていきたいと思いますよ。ではお聴きください、バニラスカイ。忘れていた疑い
夜と朝の狭間にある柔らかなこの時に心が夢と希望を羽ばたかすわ夢と現実の間にあるまだ陽子でバニラスカイお聴きいただきました。イシーさんちょっとバニラって言ってください。バニラバニラですね、本当ね、うん、バニラと言ってくださいって言ったからバニラって言ったもう一回ちょっと英語っぽく言ってくださいバニラはい、何が言いたいかと言いますかね、私ちょっとアメリカシアトルに行ったことがあるんですけれども、その時にバニラアイスって頼んでごらん、ヨーコって言われたんですね。で、えってバニラアイスってバニラアイスプリーズって言ったんですよ、うん、なんで通じなくてでバニラっていう言葉が一番英語で発音難しいなと。V だからね。V と LL なんですよね。うちの子とかはもう幼稚園の時に L と R の発音をね、とことん教えてもらってたから、うん、全く問題ないんですけど、いいね、うん、小学校の時何もしてないけど中学生になって聞き取り、リスニングも発音も上手ですよ。うん、うん、素晴らしい。やっぱね、子供はちっちゃい時にね、あの L と R は教えてあげた方がいいなと、シノを見てても思いますね。やっぱ環境とかも大事だし、そういう小さい時にね、いろいろ知るってことはいいよね。ですね。うん、素晴らしいことです。石さんたちはやっぱ洋楽世代じゃないですか。うん、だから聞く力とか、まあ、発音、その歌う時とかも自然ですよね。うん。うん、なんか上手ですよね、歌ってる時は。うん、あ、そう。うん、うん、上手だと思います。で褒めとかないと褒めとかないと ね、 ね、もうそうですよ、めんどくさいですよ、うん、この後めんどくさいめんどくさい、すいませんそう、で、なんでこんな話をしたかというと、うん、私ね、実はね、うん、いつもだったらやることはすぐやるんですけど、うん、1年進んでないことを発見しました。英語の曲を作りたいっつって1年進んでないんですよ、うん、そもそも。あ、言ってたね。言ってたでしょ。で、俺それ曲渡したりしてたよ。あ、そうそうそう、曲いただいてますよ、うん、バラードをね、うん、なんだけどね、それがね、ようここの1年間めちゃくちゃ人生経験豊富にまたなりまして、うん、34歳こんなに経験するのかっていうことをいっぱい経験してきましたけれども、うん、まだまだこの世にはありますね、うん、そしたらね、歌がね、歌えないじゃなくて歌詞が思いつかない、書けないんですよ。この言葉を選ぶと、この人はこう思うけどあの人はこう思うんじゃないか、うん、みたいなことまで考え出してしまったり、自分が気にないんですよ。自分が何を言いたいとか何を伝えたいっていうよりも平穏無事で過ごしたいみたいになってしまったりとか、うんうん、そういうね、やっぱりもう自分を中心にこの世界を回せと、うんうん、まあそれはね大事なんですけれども、うん、あとは聞く人がね、まあ好きかけれがね、うん、そうそう、いろんな感じで聞いていただけるからさ。そうですね、うん、まあ、ね、ただね、何なんですかね、うん、こうさ、恋愛が終わって、私はいつもそうなんですけどね、なんでこんな人好きだったんだろうって今まで 100% 思ってきました。うん、うん、すごいでしょ。そうなんですよ。だから永遠なんて信じないっていうね、うんうん、言葉は若い時の私にありますけれども、うん、まさしくそうですよ、うん、まあ、恋愛した時には好きでね、いろいろ 100% の自分で行くわけですよ。一対一の恋愛をするけれども、でも蓋を開けてみると、なんでこんなやつ好きだったのかなと思って、必ずはお別れをしてるわけですよ、うん、で、そんな私、実は自分の曲に対してもたまにあるんですよ。それはもうしょうがないですよね、うん、年を重ねてるから、自分が今まで見えてたものの見方と違う見え方を してしまう、うん、そうだね、できちゃう。それがでも歌詞を書く上ではいらない、うん、分かってもらいます、この価値観、うん、分かる、うんうん、なんかだから、まあ、大体さ、世の中の歌詞って 70% が恋愛の歌詞なのよね、うんうん、あ、確かに失恋ソング多いですもんね、うん、そう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 、まあ、男と女しかいないからそういう歌詞になるのは分かるけど、うん、それをまた違う角度で見ると、違う角度で見るとさ、うんうん、そういうのもまた面白おかしく書けるし、面白おかしくって言ったら言葉違うんだけど、まあ、まあなんかに比喩したりとか、そうそうそう、ね、ね、うん、理屈は分かるんですよ、うん、理屈は分かるんだけどね、なかなかね、この1年はそういうモードになれなくてですね、うん、同じこと書いちゃうじゃんみたいなさ、うん、そうだね、そう、まあ、だけど恋愛の歌詞ってさ、
似たようなもんだから、まあ、そう、そうですね。あとちょっとずつ言葉が違ったり、うんうん、でね、流行ってる歌でもグッとくる言葉が何個かあったりとかするし。私ね、最近職業病っていう言葉を、うん、あの一昔前はこれあれとかあったんですけど、うん、最近はね、あの新しい今の曲の歌詞が流行ってるものって、うわーこれっぽいあれっぽいっていう、もう分析自分の中で、あのこれとこれを掛け合わせてこうしたから新しく聞こえるんだなみたいなことが、うん、勝手に理屈っぽい。そうだね、もうだって曲にしろさ、うんうん、歌詞にしろさ、新しいのって俺にとってはないから。ですよね、そういうことなんですよね、うん、だからそれをうまく今の子たちがそれをうまく、うん、あのアレンジしたりとか、うんうん、いろいろ乗っけて、音に乗っけてちょっとこう表現するだけで、表現の仕方は変わるから。同じ言葉でそれを気づいた時につまんなくなっちゃうんですよ、自分が、うん、だって今まではさ、ただ好きなだけで聞いてたり見てたことがさ、ちょっと気づいちゃうと今ちょっとつまんない時期になって、私あんまり音楽聴かないんですよ。流行ってるものとかチェックは一応しますよ、うん、だけど、あこれが回ってきたのかとか、ああこうなったのかで、私の周りのスペシャリストの大人の方たちはそれを踏まえてまた自分も変化されるじゃないですか、うん、石井さんもそうだし、あの、まあ、いろんな方がね、だからそういう背中を見てるから自分も変わんなきゃって思うんだけど、なんかね聞く気がなくなっちゃって、まあ、じゃあ聞かなくていいんじゃないの。出た、自分が意思のね、自分がねやっぱり自分がやろうと思わない限り無理する必要ないと思ってて、そこだと思っててね。だから多分その私にはまだ年を重ねた先輩方の余裕さがないし、うん、かといっても若さもない。若さはある、うん、だってみんな50歳だよね。比べるところが違いますな、はい、でもね、初めてです、10代20代が原石、まあ、10代が原石だとか、若さが大事っていうそのエネルギーなところ、うん、それはね、昔からあって、うん、若いうちのにの詩、うん、歌詞は、うん、若いうちにしか表現ができない言葉を使ってだ、うん、から、うん、若い歌詞を書くときはもう年を取ってからは、うん、言葉が変わってしまう。確かに、だってよく見てください、松田聖子さんとか、うん、中森明菜さんとか、昔のアイドルが10代の時歌ってる曲って全部大人が書いた青春の言葉じゃないですか、うん、もうみんな今の話わかるでしょ、うん、だけど今の子たち の10代のさ、もう顔を出してない子たちとかいるじゃん、うん、そういう子たちがさ、うん、書いてる歌詞って等身大だよね、うん、もうなんていうの、非難する歌詞は非難する、うん、で好きだったら好きなんだけど、その表現の仕方がさ、うん、大人じゃないのよね。そういいよね、ストレート、ストレート、うん、マジもう羨ましい、その若さ、うん、私もその若さが欲しい。大丈夫です、バカですよ。あのね、もう娘の背中を見て、あこんな感じかな、あんな感じかなってもう妄想して、ま、今日気に頑張りますわ、うん、歌詞頑張ってみたいと思います。頑張りましょう、頑張りましょう、はい、ということで今夜最後にお届けしている曲は私の大好きなキス&ハグのチューとユーという曲でございます。この曲はね、ミュージックビデオもありまして、永田中学校音楽部の中学生の子どもたちも一緒に歌ってくれてるので、そちらも YOKO ようこ鹿児島と YouTube 検索していただきますと公式チャンネル出てきます、チェックしてください、はい、バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお願いいたします。いや今日はなんかさ、暑いんだがなんだか分かんない話でしたね、うん、まあ、いい話でしたよ。そうそう、うん、まあね、私も何も包み隠さず、これからも来週もね、じゃんじゃん出していきますんでお付き合いください。では皆さん、今週もめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。せーの、バイバイハッピー。